パリ・ボーベ・ティレ空港は、フランス・オワーズ県のティレにある空港。パリから北方に約85キロ、ボーベの北北と3.5キロの地点にある。パリ・ボーベ空港や、ボーベ空港と表記されることが多い。中型の旅客ジェット機が、発着可能な設備を有している。地域住民との協定により、運用時間は午前7時から午後11時30分までとなっている。 もともとは小規模の地域空港であったが、近年、ライアンエアーなどの格安航空会社によって、パリとヨーロッパ各地を結ぶ目的の国際便が、就航し、利用者数が増加している。2009年の利用者数は、年間約260万人。ボーベの中心街及び、鉄道駅へのバスが、1日8本運行されている。多くの利用者は、 パリ17区のパレでコングレドパリに発着する定期バス便を利用しており、所要時間は75分である。また、ディズニーランドパリへの送迎バスもある。ボベイティ FAQ パリボベイティエアポート2015年10月2日閲覧。ありがとうございます。